生き物図鑑。おお、これが地上の覇者たる絶対王者。ところで12メートルと随分大きいのですが、あまり大きいと重力の関係で立てないんじゃ。そうなんです。でもティラノサウルスは見た目ほど重くはないんですよ。まさか、さてはハリボテ？あ、近いかもしれません。参考に鳥の呼吸器官の図を見てください。肺に袋がたくさんくっついてる。これは気嚢と呼ばれる呼吸器官で、その袋を使って肺に空気を送ります。肺だけで呼吸するより効率がいいシステムなんです。この鳥の気嚢と似たものがティラノサウルスにも入ってたわけですね。だから軽かったと。そんな生命の英知をハリボテなどと呼んでは申し訳ない。体内に移ろう宿せし滅びの竜とは、なんとも美しいではありませんか。ああ、急に何言ってるかわからなくなった。